皆さん、はじめまして。長宗我部麗華役を演じました清原果耶です。今日はお越しくださって本当にありがとうございます。無事に映画が公開されて、昨日からなんだかのお願い事は、そうですね、なんか窓際とかにいい音が鳴る風鈴が欲しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。並んでいただいて、それでは持ってきていただいた花束をどうぞお渡しください。お二人ともお手紙を書いてきてくれたということなので、よろしいでしょうか。ちょっと、はい、じゃあどちらから行こうかな。まずはゆずなちゃんから読んでみましょうか。はい、はい、いいお返事が聞けました。大人のレイカちゃんへ、子供のレイカちゃんの加藤ゆずなです。撮影の時はお話できる時がなかったから、今日はお手紙書きました。子供のレイカちゃんはワンテンポ遅いゆっくりのんびり屋さんで、元気をくれたはじめくんとも離れ離れになっちゃったし、お手紙も来ないし大丈夫かなって思っていました。なんだか少し心配だなって思う時もあったけど、桜子さんに氷入りの水をぶっかけて怒った時はすごく怖くてびっくりしました。でもかっこよかった。大人のレイカちゃんはどうですか。蚊は捕まえられますか。ゆず。すごいね。来ましたね。大人のレイカちゃんは顔捕まえられるようになりました、ついに。ありがとう、ね、すごい。こんなお手紙書いてくれるなんて思ってなくて、撮影現場でも全然会えなかったもんね、うん、なんか今日しか会えてなかったのですごく嬉しいです。ありがとう。どういたしまして。ありがとうございます。ゆずなちゃん、よろしいですか、ね、はい、では行きたいと思います。しばらくいただきます。よろしいでしょうか。しばらくいただきたいと思います。はい、ね、ありがとうございます。なんかお客さんも手を振っていただいて、謎のコミュニケーションが生まれておりますね。はい、ちょっと不思議なコミュニケーションでございますが、でもとても和やかな感じで嬉しいです。ありがとうございます。記念舞台挨拶を終了いたします。本日皆さん、はじめまして。レイカ役を演じました清原果耶です。今日はお越しくださって本当にありがとうございます。イチカレー。